フォルクスワーゲントランスポルターフォルクスワーゲントランスポルターフォルクスワーゲントランスポルター T4 はドイツのフォルクスワーゲンが製造する4代目トランスポルターである。1990年から2003年にかけて製造された。1990年に発売。北米市場ではフォルクスワーゲンユーロ版として販売された。 日本市場では1995年から1997年までフォルクスワーゲンバナゴンとして販売された。トランスポルターシリーズとして初めてフロントマウントエンジン及び水冷エンジンが搭載された。T4 は正式にトランスポルターを名乗る最初のフォルクスワーゲンの番である。2003年まで14年間生産され、T1 に次ぐ生産期間となった。T4 は パネル版、コンビ版、ハーフパネル、カラベル、マルチ版、ウエストファリア、ドカの5つのボディタイプがある。ホイールベースはショートとロングの2種類があり、ルーフコーはポップアップルーフを含め、いくつかのバリエーションがある。T4 は1996年にファイスリフトされ、フロントノーズが延長された。後期モデルでは、VR6 エンジンを収めるためである。当初は、カラベルとマルチ版にのみ、 ロングノーズが採用された。商用版は1999年まで、ショートノーズが採用された。ショートノーズ版は T4R、ロングノーズ版は T4 ビットと呼ばれる。ありがとうございます。